西南極の地図西南極氷床は南極氷床の一部であり、西南極を覆う表彰で南極横断山脈の西にある。乗っている岩盤は海面よりもかなり下にある。氷床の橋は氷河となって海に浮く棚氷やアムンゼン海へ流れ込む。南極氷床の体積はおよそ25.400万立方キロメートル。西南極氷床はそのうち10%以下。 または2.200万立方キロメートルと見積もられている。乗っている岩は氷の重さによって0.5から1キロメートル沈んでいる。このような作用をアイソスタシーという。地長によって氷床は変形し流れる。内陸部の氷はザラザラした岩盤の上をゆっくりと流れる。氷は海にたどり着いてもそのまま続けて海へと流れ出す。 この結果、大きくて浮いている氷の棚が大陸の縁にくっつく。ここ50年の間、西南極氷床は10年ごとにおよそ0.1度以上を温暖化していて、冬と春には最も強くなる。この温暖化は、東南極が秋に寒冷化する代償であるとはいえ、1980年代から1990年代までに限られている。南極大陸全体の平均表面温度の 温暖化傾向は明白かつ著しく、1957年から10年ごとに0.05度以上上がっている。西南極氷床で一番温暖化が激しいのは南極半島である。ありがとうございます。